ここからは ABC 交通情報です。ジャティックの大塚光子さん、お願いします。はい、こんにちは。秋らしいお天気になりましたね。3連休中日ですが、今日は運動会や近場のイベントにお出かけの方が多いようです。高速道路の渋滞はまだ少なく、中国道の上り大阪方面行きは宝塚西トンネルで5キロ、阪神高速神戸線の東行きは港川ジャンクションで1キロ、魚崎で3キロ、阿波座で2キロとまだ短い渋滞です。アウトレットモールなどへのお買い物の車で4号湾岸線南行きが泉佐野南出口で1キロ、6号北有料道路は北行きが大蔵で1キロ、南行きが神戸北で1キロ半渋滞しています。吹田の万博記念公園のイベントにいらっしゃる方も多くなっていまして、現在日本庭園前と中央駐車場はいずれも満車になっています。万博外周道路もモノレール公園東口付近を先頭に日本庭園前を越えての渋滞です。高速吹田センターからお伝えしました。大塚さん、こんにちは。はい、こんにちは。3連休でございますのでね、はい、まあ結構お出かけされてる方も多いと。そうですね、この時間からちょっと混み始めるかなという感じがいたします。そうですね、明日まだねお休みですので、ゆっくりお帰りの感じですね。そうですね、はい、まあ3連休、まあ大塚さんずっとお仕事ですか？そうなんです。ただその前に4連休個人的に平日にどっか行ってきはりました。もう夜の海を泳ぐみたいな。夜の海を片手に泳ぐ。あ、夜の海をね。そしてね、町の方ですね。町の海を、はい、ね、溺れる感じですか？溺れる感じで、もうだいぶ溺れました今回も。そうですか。はい。まあ、あの運動会シーズンということで。そうですね。うちの住んでるところ、私のお家の前のにも小学校がありまして、今日やったのかな、朝からね地域の運動会だったみたいなんですけれど、はい、もう早朝皆さんまだ雨が降ってたので、うん、傘をさして競技中だったんですけど、多分やられたんじゃないかなと。何、大塚さんは走るのはどうなんですか？走るの小学校の時早かったんですけどね。そう、まだ広島というあだ名じゃなかった頃ですね。そうですね、広島の時もまだ早かったんで、早かったことはないんですけど、どうしたら高校生になったら1秒遅くなるんでしょうね。 50m 走結構遅くなってしまった。なんかいろんなものが身についたんですね。あんたの時代は良かったということで、昔は ね、 そうですよね、懐かしむことでございますけれども、本当にだんだん思い出しますね。だんだん私中学校の時はあれですよ、流行りの暴れん坊将軍っていうね、はあ、時代劇ありましたね、はあ、ますね、松平健さんの、はあ、はい、あのモノマネを男子がするから広島も入れてあげると。広島も入れて、もう広島で呼ばれてたよね。そうで、はい、上様の役ね、はあ、で大岡忠相の役、はあ、いや大塚さんが、いやじゃなくて、ね、G の役、僕たち3人決まってるから広島何かさせてあげるって。 お姫様かね、お庭番かなと思って、ね、上様の馬の足音ですよ、スリッパでパカポ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 でございますか。食べるなみたいな、ねえ、一つ二つ張り倒しちゃったらよかったよね。本当ですよ。さあ、ね、懐かしいところでありがとうございます。今日もご準備の方はよろしいでしょうか。それでは参りましょう。ミュージックスタート。子供の頃、どうしてこんなにかっこいいジュリーが志村けんさんとドリフの番組でコントをするのか不思議でした。でもかっこいいだけじゃなくて面白い男性っていいですよね。素敵な歌声に酔いしびれましょう。沢田研二さん、カサブランカダンディ。大塚さん、4日連休ね、やったということで、だいぶ喋りたかったみたいです。ありがとうございました。カサブランカダンディにはリクエストもいただいております。メイコ G2 さん、3日間何もしなくて良い休みがあったら1日はダラダラしてたいですと。主婦はね、1日ぐらいゆっくりしたい、そんなメイコ G2 さんからのリクエスト、沢田研二さん、カサブランカダンディに続いてはこちら。